では最初はこちらです。今日最初はサッカーのニューウェーブ北九州です。昨日まで埼玉県で行われていた全国地域リーグ決勝大会で2位に入りまして、来シーズンからは JFL、J リーグの J1、J2 に次ぐリーグへの昇格を確実にしました。今日は監督、選手の皆さんにスタジオにお越しいただきました。皆さん、本当におめでとうございます。ありがとうございます。さあ、監督、大会から1日経ちましたけれども、はい、改めて喜びいかがですか？そうですね、みんなで一生懸命やってね、この1年間いろいろありましたけど、最終的にはこのいい結果が生まれて本当に良かったなと思います。そして今シーズンから加入された藤吉さん、昨日は祝勝会は盛り上がりましたか？がっつり行きましたね。今までね、2週間ぐらいもう本当我慢してたんでね、その分やっぱりバーッと行きましたね、昨日はね、さあ、それではその決勝ラウンド、地域リーグ決勝大会の試合の模様を振り返っていきます。決戦の地、埼玉へやってきました。 JFL 昇格をかけて、これからニューウェーブ北九州の3日間の戦いが始まります。さあ、金曜日、初戦のファジアーノ岡山戦です。さあ、この試合では前半42分、田知子選手が2枚目のイエローで退場するということになりました。さあ、監督、ここで1人少なくなってしまうという事態でしたね。非常にいい戦い方していただけにね、非常に残念な結果だったんですけどね。でもそれからまたみんなのよく選手たちが、よく声をかけて、で、一人少なくてもやっぱりみんなで頑張ろうという雰囲気がね、中で見られましたから、もうそれで結構いい結果にもつながったかなと思いますよね。ただ後半39分にファジアーノ岡山が先制します。ここでどうなるかというところで、試合終了間際、ニューウェーブはここで PK のチャンスを得ます。藤吉さん、この瞬間どうでしたか？いや、これはね、敗戦の方だったんでね、このギリギリのところで PK で、このシーンで落ち着き入れたんでね、本当に良かったです。そして PK 戦にもつれ込んだんですが、惜しくも PK 戦ではニューウェーブはファジアーノを上回ることができませんでした。 PK による敗戦とことになりました。ただでも PK 負けですけれども、監督、ここで勝ち点1を得ることができたんですよね。そうですね、最終的にはこの勝ち点1というのはそれなりの理由というのがありますのでね、ですからその勝ち点1を使わなければいけないですね、ですから、勝ち点0と1でもう本当に違いますので、非常にもうほとんどロスタイムに近い時間帯だったんです。非常に良かったと思いますよね。さあ、そして2戦目、負けられない戦いでしたが、さあ、こちらの VTR ご覧ください。さあ、九州からサポーターも大きく受け付けました。さあ、その2戦目の相手は FC 三尾琵琶湖草津です。さあ、桑原さん、この試合ですけれども、試合の入り方、チームの状態としてはどうでしたか？悪くはなかったんですけどね、やはりちょっとこうはっきり守備から入るのか攻撃に移るのかっていうことができてなかったのかなっていうので、本当に、最初の向こうのチャンスをものにされたっていうので、少しちょっと足が止まったところがあったので、そこはちょっと残念でしたけど、この日もキーパーの水原選手中心に守備陣がなんとか最少失点で食い止めるという戦いぶりでした。そして試合終了間際、フリーキックのチャンスだったんですが、ディフェンダーに阻まれたところで試合終了でした。試合終了の時にこちら出てますけども、香川選手、大きな声で選手を鼓舞するようなことを言ってましたよね。はっきり覚えてないんですけども、もうとにかく切り替えて明日しっかりやろうということを多分言ってたと思うんですけども、チームの状況としてはもう本当に追い込まれたわけですよね。がっくり来そうなところだと思うんですけど、そうです。でもリーグ戦でも厳しい試合をものにしてきたので、そんなになんか追い込まれたっていう感じではなかったんですけど。そうですか、さあ、森本さんはこのキャプテンの言葉とかどういうふうに聞いてたんですか？いや、かなり落ち込んでたんですけど、個人的にやっぱキャプテンらしい
声をみんなにかけてくれて、また最後残り1試合あるんでやろうっていう気持ちになりました。それでさあ今回埼玉まで北九州からサポーター多く駆けつけましたけれども、2試合目終わってもう崖っぷちというところで、サポーターからは監督どんな言葉をかけられてたんでしょうか。そうですね、終わったら挨拶に行ったら、まあ、明日もあるよとか、明日頑張れだよとか、明日は絶対勝てるぞとか、その言葉が非常にまあ、自分自身にもそうですけど選手たちにもその本当に心の奥に伝わって、で明日また頑張ろうよということにつながりましたよね。非常にありがたい言葉でした。藤尾さんいかがでした、そうした声っていうのは。そうですね、もうその試合に限らずやっぱり本当あのサポーターがね、僕たちを後押ししてくれてね、やっぱその結果でやっぱ上がれたと思うんでね、本当感謝してますよね、はい。さあ最終戦を前に厳しい状況に追い込まれたニューウェーブですが、その最終戦の前の状況をですね、こちらで見ていきたいと思います。はい、ニューウェーブが2試合終わったところで勝ち点は1ということだったんですが、 JFL に上がるには、自動的に上がるにはまず2位に入る必要がありました。さあこの厳しい状況を上回るためには勝ち点3が必要ということで、90分以内で勝つ必要がありました。さらに得失点差で上回るためには2点差以上をつけて勝つ必要があったんです。非常に厳しい条件ということになりましたけれども、さあこの最終戦の試合前、監督どういう指示を選手に出されたんでしょうか。いや自力でいけますよね、それでもね、やっぱり2点差で勝てばいいということもあって、で、まあ、このその前の2試合というのはもう自分がこうミーティングでもちょっとこう選手たちをちょっと追い込みすぎたなという感じもありまして。追い込みすぎたんですか。ですからこうとにかく結果結果ということが非常に自分の口からもう酸っぱく言ってましたんでね、それがまあ、最終戦になったらもうここに来たらもう結果はみんなやっぱり欲しいでしょうけど、まあここで少しリラックスして戦えたらなとは思いました。選手たちはもう本当に、いい方向に流れるようなことをね、やっぱり感じながら考えながらやってくれました。キャプテン桑原さん、はい、最終戦の前のチームの雰囲気というのはどうでしたか。いやもう本当に前 の2試合目終わった時に、試合が終わってから監督が、まあ、ミーティングしてくれたのがすごく良かったと思うんですけども、そこでもうみんな気持ちをしっかりと次の試合もう3戦目に切り替えることができたと思うので、まあ、とにかくミーティングがすごく効果的だったんじゃないかなと思います。さあそれではその最終戦の模様を見ていきます。